川壺は水壺化に分類される巻貝の一種ニュージーランド原産で、欧米や日本などに外来種として定着している。ニュージーランドを原産地とする。オーストラリア、ヨーロッパ、北、アメリカ、イラク、日本に移入分布する。日本では、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、 神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、滋賀県、京都府、兵庫県、愛媛県、宮崎県で記録されている。体高は4から5ミリメートルで、幼いの体高は0.4ミリメートルと極小。川ニナの幼いに似ているとされるが、殻口の形状から見分けがつく。川ニナと違って、 小ち川壺は空口が超円形で、体操との間に隙間がある。私有遺体で有性生殖する個体と無性生殖する個体が存在する。外来種として定着している地域では、ほとんどがメスの無性生殖個体であり、一個体でも繁殖して増え続ける。1平方メートルあたり、数万から数十万の高密度に達することもある。 アメリカでは1987年にスネーク川で初めて記録された。日本の最初の定着報告は1990年の三重県である。日本の場合はニュージーランドやオーストラリアから輸入されたイ池オに混入して導入されたと考えられている。そして靴底や網、水鳥などの動物に付着して分布を拡大させたと見られる。また、本種は 現地ボタルの餌となるため、ホタル保護活動の中で本種が意図的に移植された可能性も指摘されている。小餅川壺の分布拡大を防止する手段としては、本種の生息環境で使用した道具類の凍結や高温乾燥、薬剤処理による個体の駆除などが挙げられる。繁殖力が非常に強い外来種だが、悪影響についてはあまり整理されていない。 滋賀県では、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例によって、指定外来種に指定し、野外への放築などを規制している。ありがとうございます。